はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今回の映像はですね、これもまたね、だいぶ昔です。2019年のね8月17日のこれね、今ね朝の4時26分というね、とんでもなく朝の早い時間に快活クラブにおります。快活クラブのね鈴鹿白子店ですねにいます。あれ時計なんですね、上下知りませんでしたけど、23号線沿いなんですけどね。そうそうそう、鈴鹿にしては離れとるような、白子にしては離れとるようなと思って、やっぱね白子じゃなくて時計なんですね。まあそんなことは置いといてね、なんでこんなところにね朝の4時半からね来とるかというとですね、今回はねちょっとしたまた企画をね考えたわけでございます。というのはね、実はこの白塚からですね賢島までですね電車が出てるんですよ。まあ近鉄で電車ですけどね、なんやとね、こんなね近鉄なんてね長大路線を持っておってね、もっと長い電車いくらでもあるじゃないですか。京都からね賢島まで走り屋とか一番長いんでしたっけね、っていう感じがありますけどね。この列車っていうのはね、なんとね電車でですね普通列車なんですよね。なんとですね途中の所要時間1時間55分、途中の駅はですねなんと40駅にもなるというですね、まあ何せ細かく駅ありますからね、そんなところをですね行くわけでございます。ということでですね、この普通列車に乗ろうということで白塚までね来たわけです。これがね朝の一番の電車でございますのでね、それで早めに来たというわけです。まあちょっともっと遅くまでねおってもよかったんですけど、ちょっと目が覚めちゃったんでね、もう起きとこうかということでね、先に出ちゃいましたよということで、白塚駅までもうやってきましたよという形になってますね。もうね、なんか電車が止まってますけど、あれはね名古屋行きの電車でした。でここは友人なんですね。そっか、まあね駅員さんね車庫があるかね言いますからね。ということでね、この時刻表を見てみるとね、四日市行きとかねいろいろと書いてありますよ。名古屋行きとか書いてもうね、まあまあな距離ですけど、この伊勢中川行きって書いてあるところをよーく見てみると、一個だけポツンと県という字がありますね。もう県者向けの電車ということで、これがまさに賢島行きの普通電車、朝の5時7分ということでね、まあこれねなかなか乗るのが大変で、今回はそれで快活クラブでね、近くの快活クラブで休んで、で目の前のコインパーキングに止めるっていう形で決まりた。これですね、地元民でないとなかなか難しいのかなと思うんで、まあせっかくのね一応まあギリギリ地元民ということでね、入らせてもらいました。で面白いのが校内雰囲気でこんな感じでダブルで分かれてるんですね。まあ引き込み線ね、車庫の方に入っていく用の分もありますんで、その分ちょっとねこの校内雰囲気が長いんやなっていうところで、で電車乗り場のこっちのね大阪京都鳥羽賢島方面ということで、改めてこっから乗ると思う、どっちの方面ね東西南北どこに行くのかねいまいちピンとこないようなあれですよね。とりあえず東ではないのかな、うんっていう感じのね、すごいあれですけど、でも冷静に考えるとここから南東の方ですね、南東の方に向かっていくわけでございますけどね。ということでさあ電車を待ちましょうということですね。ここの中にね車両基地になってるんでね、朝の出発をね待つ電車がこうずらーと並んでるわけでございます。でさあここからね、やってきますよ賢島行きってことでね、本当にねこんなところから賢島行き来るんかいということなんですけどね、これがね来るんですね。何か一台テク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 やってきましたね。もうなんか2両編成ですけど物々しい雰囲気で現れてきたこの列車、あ間違いなく賢島行きなってるなということですね。この2両編成の電車が、このまま賢島行きになるんですけど、さすがですよ、王者の風格ですよね。すぐに入ってこない、もう一回ね目の前をねスーってね過ぎていくわけでございますよ。おお、なんやなんやと、ね、まずはなんだパドックかなっていう感じのね感じでねこう、前をね通り過ぎてずーっと行って、このままねとりあえず渡り線の方からねスーッと行くわけでございますね。まあそっから折り返して入ってくるんやろなということでございます。やっぱねその一筋縄でね、そんなねこのね、白塚発の賢島行きですからね、そんなねすんなりと入ってきませんよということでございまして、ストンストンとかでね、本線の方に入ってるように見えますけど、これ引き込み線というか渡り線の方ですよね。本線はもう一つ右隣が、なんていうかね、右隣ともう一本隣が名古屋方面って感じで、こんな感じでしばらくじーっと待っとったら駅員さんなんかも、まあ、出入りをしてますよこの辺りはということでございますけど、まあ待っておったら、このね電車がそのうちにまあね、運転手さんが、先頭におったところからもう一回こちら側の方に戻ってきて、
でいうところなんですけど、まあその間もずっとねあっちは待ってますよね。あの名古屋行きの方はねずっと空いてある状態でということだったんですけど、さあそろそろこれで着くのかな。さあそろそろ全ショートが着いたなということで、これでこっちの方にやってくるというわけですね。でさあそろ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 とやってくるぞと。でいや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 、これから今から約2時間この2両編成の電車に揺られるんやなということをですね、ドキドキとしておったら、あら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 、なんか向こうの方に行っちゃいましたよということですね。なんかね、あの私ね、敵このままこっちのホームに入ってくるかと思ったらね、隣の方のホームなんですね。こっちに入ってくるんやと、あわざわざこっちに転線してね入ってくるんやなと、いやいや一筋縄ではいかんな賢島行きということでですね、まあ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 そんなことは置いといて、やってきました、近鉄名古屋線普通賢島行きですね。まあこの後、山田線、鳥羽線、志摩線とですね、渡っていくわけですけど、まあ基本的にはもう一つの、路線ですね。なんかあの一本続きになってますんで、なんか別の路線って感じはしませんけど、まあこんな感じでいろんな路線を渡り歩いていく普通列車賢島行き、幕も賢島になっておりますよということで、早速、乗らせていただきましょう。まあ当然ねお客さん全然いないです、こっちにねこの電車、ここから乗り込んだのは私だけなんですけど、これねちょっと映そうと思ったらね、あっと、駅員さんがね一緒に乗ってきたんですよね。何かなと思ったらですね、あれですね、あの運賃箱、何せあの空でしたから、その運賃箱にお金、ね、現金を、ね、あの投入して使えるようにするっていう作業をやってました。さすがに、ね、ちょっとセキュリティ上あるんで移しませんでしたけどね。ということをやっとったら、お向こうは向こうで、ね、特急列車が、出発の準備を待ってますね。まあ座席の向きから考えるに名古屋方面の送り込みになるのかな、なんでしょうねということを考えながら、伊勢方面かな、うん、どこ始発なんだろうとかっていうことをいろいろと考えながらね、まあ三人かなんかも見ながら出発の時を待つわけでございます。でそうそうそう、結構珍しいですよね、あの現金ね、運賃箱に現金を入れるね作業とかもね、あの映してないだけで自分はね見れましたんでね、あこんなこと朝はやっとるんじゃなくて、早起きは三文の徳ということで、まさにねその三文の徳をね解いていそうな、ね、徳の高い、高田本山のね、高田本山がね、この次の駅になっておりますよということでございますね。そうそうそう、あね、いわゆる信州高田派の、総本山でございますよね。でなんてことを言いながら、しとったらこっちの方に運転手さんも入ってきてっていうことなんですけど、これは何かな、運賃表を写してるんですね。そうそうそう、なんかね柳とか三日市とか中小物の大バネなんでね、わざわざ書いてあるんですよ。なんでわざわざこんなとこ書いてあるんだろうなと思ったら、これあれですね、あの切符を売ってない駅ですよね。無人で、あの簡易改札みたいなやつが置いてあるだけのところですね。中小物の大バネなんかそうだな、あそっかそっか、三日市もそうでしたなということで、ね、思いながら、そうそうそう、アナウンスではね三日市は行ったことないですけどって言ってましたけど、この後ね三日市は三日市でうちの動画でも紹介してましたよってことで、出発ですね。ドンと閉まって列車は、これから白塚駅をですね定時に出発いたしました。5時7分に出発していきますよということでございます。車両はねもう1車両貸し切り状態でした、ここの段階では。ですんでね、まあそのまま、もうカメラもね回させてもらって、見ておりますよということで、ああ出発していくよと、白塚をねここからなんと賢島までですからね、まあまあいい距離ですよ。通真坂明和町を越えて鳥羽とかねずっと行くわけですよ。これはですね江戸橋駅を出た後ですね、何を落としとるのかって言ったらですね、あのちょっと分かりにくいですけどね、なんかね江戸橋駅でね落とし物とかね忘れ物拾得物をわーっとねあの入れ込んでたんですよ。何かなと思ったら、それをね津駅でねどうも忘れ物センターみたいなのがあるのかな、あの駅員さんがわーって言いますけどに渡してましたよっていう作業をやってましたね。あー朝一はそういうのもあるんやなって、やっぱ酔っ払ったお客さんが傘忘れたり、この前の日がね雨降ってたんでね、それでか寝合いか雨傘がいっぱいありましたね。で津駅を、そのまま出発してきました。
で、こっからはね、混んできましたんで、ちょっと、カメラを止めて、鳥羽駅までやってきましたよというところですね。で、鳥羽駅の頃に着く頃になってくると7時ぐらいかな。まあまあまあ、もういい明るさの、ところになってきてますけど、まあ料金もまあまあえげつないですよね。1710円とかいうね、なんか数字が出てますけど、まあこれがね、近鉄ならではね、普通の JR だったらもう、あや、近郊ね、近距離切符では買えないレベルのところになってますよと。というところで、まあ、鳥羽駅を、このままね、まあ、この列車はね、そんなに停車時間長いことなく、出発しましたよと。で、鳥羽からはね、しばらくゆっくりと進みます。芝線に入るんですけどね、芝線はね、カーブが多い地形ということもあってね、ゆっくりゆっくりと進むんですよ。ここはここでね、景色がいいですから、ゆっくり進んでもまたいいなということで。で、中野郷駅ですね、着きましたよということで、ここは、あ、これね、この会員の入場出場用のやつと、で、乗車券がね、出る、ですね、バスみたいな感じですよね。そうそうそう。が、近鉄の場合は駅に置いてありますね。これ、電車の車内に置いてあるパターンもありますよね。で、阪堺電車なんかそうかな。で、中野号から、こう変わってね、島岡崎に変わるところなんですけど、そう、当時はね、実はね、面白いぐらいにね、日本語表示だけでやってたんですよね。これね、後からの、まだ、この辺りの電車乗ったんですけど、その時はね、なんと英語表記とかね、多言語表記に変わってましたね。そうそうそう。この時はね、2年前の映像ですけどね、地味に、こんな感じで全部ね、ずーっとね、ね、変わらないでしょ。英語表記とかね、変わらないっていうね、ストイックさがあったんで、まあ、これはこれでね、良かったんですけどね、さすがにちょっとバイリンガル対応したみたいですね、最近。でいうことを考えながら走っておったら、いやー、この辺りはね、いいですよ。このね、縫うようにね、走っていく、ね、住宅地とか、こうやってわーってある中をね、走っていくっていうね、なんか生活に根ざしてる感があるなーなんてことを思いながら走っておったら、前に見えてくるのが、これが鳥羽茶ですね。イオン鳥羽店。まあ、我々地元民は鳥羽茶なんていう言い方を、したりするのかな、と思いますけど。私は勝手に言ってるだけかもしれませんけど、まあ、大体富じゃ、帯じゃとかっていう呼び方をしてるんですよね。そうそう。それで、島赤崎に着きましたよと。なんだ、ポイ捨て禁止なんてね、書いてありますけどね。電話ってのは何なんだろうなってことをね、ふと思いながら、まあきっと鉄道のね、関係詳しい方でしたら、これのも、ね、ご存知なんだろうなとは思うんですけど、ね。で、これ令和とか書いてあるのは、そうですね、ちょうど令和の発表があった直後ぐらいの、これも令和に変わってるか。ね、時期的にも令和にはなってますけどね。で、穴川駅にやってきました。やっぱ電話あるんだろうなんてことを思いながらね、穴川までやってきましたねというところでございます。この辺りはね、本当に海とね、すぐに近かったりとかね、面白い駅です。でも、近鉄の特徴はね、前側だけ開くとかそういうことやらないんですよね。全部開くんですよね、この手の駅でも、それはちょっと面白いなと思いながら、そして開く時間はやたらと短いというね、ところかを感じながらね。そうそう、これはまあこれで便利ですよね。まあね、JR の関西本線のね、ちょっと、マイナーな区間とかに入るとね、前側にいないと扉が開かねえよとかね、よくありますからね。っていうことにとったら、ちょっと先前行きましたね。一枚、横山まで来たんですけどね。そう、この駅ね、実は浮かたなんですね。あざは浮かたなんですね。そう、その前のやつもね、そう、一枚横山とかもそうなんですけど、鳥羽の中でね、3駅ぐらいあるんですよね。そう。それはね、びっくりしたんですけど、これはここでね、なんとね、宇方に、同じ朝の宇方同士で、阿児町宇方の中でもう一個ね、宇方駅とこの駅も両方とも同じあざで、郵便番号も一緒であるんやなということはね、知りませんでした。この辺りはこういうようなこともあるみたいですね。宇方駅ということでね、やってきました。まだこの時点で6時回に、7時回ってないですかね。でね、珍しい、近鉄では珍しい、もう一つしか書いてない行き先表示ね、ほう、かしこ島ってことでね、他にどこ行くねってね、まあまあ、間に一駅だけありますけどね、そうそうそう、宇方から、かしこ島まではね、間に一駅しかございませんからね、なんてことを言いながら、面白いのがこれを、特急の案内がね、島風がね、3連チャンに並んでるっていうのがね、1時間に3本ね、まあ、同じぐらいの時間にね、来て観光できるようにって組んでありますからね、なんてことを言っとったら、島新名駅に来ました。ここがね、面白い、阿児町のね、
新名ってところなんですけど、ここからね、まあもうだいぶちょっとなんか山あいっぽい感じですけど、実はもうすぐ、島、あの賢島の島に渡っていく海沿いなんですよね。さあということで、もうすぐ島人新名を出ると賢島になって、これで全部埋まることになるなということでございます。いやいやいや、なんか近鉄名古屋駅のところとかえぐい、1970円とかだいぶえぐい数字が出てますけどね。でここ出た時におーと思ったんですけど、考えてみたら賢島は埋まることないんですよね。なんでわざわざこれ賢島駅の、案内を作ってあるんだろうな、なんてことを思いながら、まあ、反対方面も同じようなあの表示になっているのかな、なんてことを考えつつ、さあ賢島へ向かっていくわけでございますけど、いやーしかしこのすごいですよね、料金が、4日からね、数えて1510円ですけど、なんて言っとったら海も見えてきて、さあ橋を渡って、このね隣の国道と一緒に橋を渡っていって、賢島という島にね、まさに入っていくわけです。島地方っていうのもね、この辺りリアス式海岸で細かい島がいっぱいあるっていうのがなんか由来になってるとかなってないとか聞いたことありますけど、ということで賢島駅に着いたんですけど、これね住所見てみたら阿古町新名なんですね。私もねこれね、この動画を作ってて、あの今までね住所とか入れてなかったじゃないですか。で今回からねこうやって動画をね最近入れるようになったんで、見とってびっくりしたんですけど、こんな感じで賢島って全部新名なんですって。この辺りの細かいこのね赤線で囲ってある島は全部ね新名っていう、同じ町名あざになってるっていうねことなんで、いやーちょっと広すぎるやろ、多いと。賢島ってそうなんや、賢島っていう町名じゃなかったんやということを、今更ね、知ったというところでございます。でレゴランドの広告を見ながら降りてきたところが、これで賢島行きでございますね。ということで無事着きました。1時間55分まあまあしんどかったんですけどね。まあでもロングシートがね、実はあの近鉄のね普通電車ってあのボロいボロいっていうふうに言われることが多いんですけどね、言い換えるとねロングシートがねふかふかなんですよ、昔の仕様なんで。ですからね乗り心地はいいなというのが実は良かったりします。でこれは要はこのまま鳥羽行きに変わって、このまま島線の運用に入れるわけですよね。要はそれのあの車庫から持っていくときに、まあついでにそのままついでになのかな、運用しますよということでございます。でこんな感じでね、島駅、あの賢島駅は本当綺麗ですよね。こんな感じでターミナルの、まさに串型のターミナル駅となってますよとね。今だったらターミナルっていうところですけど、まあ当時はまだターミナル企画始める前ですからね。なんてことを言っておったら、さあファミマでちょっとね朝飯でも買おうかなと思ったら、なんとファミマやってないんですね。なんとここのファミマ7時45分からしか開かないんですって。これは予定外だったってことで、ね、この後まあ歩いた動画もあります。何もまあ空いてる店も全然なかったんですけど、ということで、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。